そうだ、蹴散らせ、見せつけてやれ。俺は最強の男、俺は最強の男。どうだ弟よ、最強の男になった感想は。て、誰か乗ってる、肩に乗ってるやつを殺せ。ルーサー。あ、やったか。飲んだら帰れよ。弟子なんて募集してねえし。あれ、お前怪我治ってね。はい、体の大部分は機械なのでパーツさえあればすぐに。変わってんなお前。先生はどのようなパーツを使っているのですか。使ってねえよ。じゃあその頭部の肌色の走行は。いや、これ肌だから。いや、しかしそれでは先生が若くしてハゲているということに。ハゲてんだよ、なんなんだてめえは。俺の実力は進化の家ではナンバー3、その程度では今も来ているナンバー2の獣王には勝てぬ。破壊されるがいい。それこいつじゃねえ。だそうだ。あの、すいません、全部話しますんで勘弁してください。つまんねえ事件だな。今回は俺が行くまでもねえな。また構成員の頭はスキンヘッドで統一され、非常に危険な雰囲気に包まれている。なんだと。俺と被ってんじゃねえか。どうだ、音速を超えるこのスピード、そして衝撃か、見えるか、この速さについてこれるか。まあ帰っていいか。チェックメイト。あ、すまん。いや、わざとじゃないんだよ。寸止めしようと思ったら勢いでぶつかっただけで。あの、出直すってさ、そういう意味だったの？はい、一度荷物をまとめに帰りました。ここに住んでもいいですか？うん、絶対ダメ。部屋代払います。ちゃんと歯ブラシ持ってきたか。はい。今日も平和だ。これじゃ何にも活動できねえ。プロ失格になっちまう。あ、お前は確かなんとかのポンコツの、いや伝説の、あ、関節のパニック、音速のソニックだ。あの人危ないんです、なんとかしてください。お前か、不審人物というのは。ヒーロー、タンクトップタイガー参上。ヒーロー。ソニック、お前不審者扱いされてやんの。一遍退治されて頭でも冷やせよ。お前だよハゲ。バング伏せていろ。おお、失敗や二次的な被害などは考えない。この一撃に俺の今を、全てを捧げる。やはりダメか。いや、隕石を押し返しているようにも見えるぞ。本当か。あ、いや、気のせいじゃった。クソジジメ、エノス社に抜かれて最下位になってしまったが、俺は S 級ヒーローだ。二人のようにはいかないぞ。まずは半分程度の力で様子を見ようか。はあ、
彼氏の手編みのセーターが破けた。あなたは絶対に許さ。レベル竜が来たか。やれやれ、チャランコ、留守を頼むぞ。お気をつけて。 S 級が呼ばれるということは先生の力も必要になるかもしれません。一緒に来てくれますか。いいぜ、暇だから。誰よ、 B 級の雑魚なんて連れてきたの。私たちに対して失礼だとか思わないの。呼ばれても普通来るかしら。どういう神経してんの。 S 級とお近づきになりたいとか浅い考えでここに来たんでしょう。不愉快、消えて。なんだこの生意気な迷子。シルバーファングのやつ、あの若造に武術を教える気か。で今日は何の集まりなんじゃ。知らないわよ、こっちは急に呼び戻されて2時間も待たされてるのよ。お茶もらえる。もういい、私が一人で片付けるわよ。待て、俺も行く。有効かどうかわからないが、俺も地上から攻撃してみよう。聞こえなかったの。もういいって言ってるでしょ。落ち着くんだジェノス君。気持ちはわかるが、彼女を怒らせると殺される。それ以上踏み込んでみろ。お前を殺すぞ。帰れったって、迷っちゃって出口がわかんねえよ。帰るのか。わかった、誘導しよう。まずはそこから右に曲がって突き当たりの階段を上がれ。右か。そうだ、右だ。じゃあ左にスマット。あ、待て、来た。やばいんじゃねえか、おい。おお、やべえな。教会方面に走るぞ。いえい、肩を貸すぞ。大丈夫です、師匠。くそ、シルバーファンゴへ、なぜそんなに早い。今は対抗心を燃やしてる場合じゃ。デンジルザーシ。おい、オカマ、てめえ俺の前走んな、おせえぞ。デンジルザーシ。てめえ、言ってるだけじゃねえか。出れた。ちょっと、なんで B 級のあんたが宇宙船から出てくるのよ。地球が滅亡していた可能性があります。無視、ちょっと待ちなさい。どうやったか知らないけど単独で乗り込んでたの。 B 級の分際で出しゃばるんじゃないわよ。あんたなんかいなくても私一人で十分だったんだから。ハゲ、ハゲ、タコ、ゆで卵、電球、アボカド、マヌケ顔、ジェノス、